会議ですけど、まあ、これあの GP2、まあ、もしくはあの元2、世界選手権を走るために作られた、レーシングマシンです。で、まあ、今はね、世界選手権元2はトライアフのエンジンになりましたけども、始まった時はずっとあの CBR のエンジン、これ僕がずっと乗ってたあの PC40 の CBR のエンジンを、使って、このCBR のエンジンだけが市販車で、それ以外はもう本当にオリジナルで作られてます。こういうシートカウルとかこういうものもカーボンですし、こういうパーツもね、で、もうはっきり言ってびっくりするぐらい、もうバラしてびっくりするぐらい、こう市販車とあのレーサーの違いというか、僕も正直こんなガチガチのレーサーのバイク乗るのって初めてで、正直こう点検をしてたらこんなすごいんだと思うところがいっぱいありました。まあね、まあ、例えばこういうシフト、ちっちゃいことを説明していくと、こういうシフト関係のあれ、こういうところとか、こういう細かい日本語なってない、こういう細かいところで、あ、もちろんね、これこのフレームそのものは、完全にあのオリジナルで、もう完全にオリジナルなんですよ。いや、もう一からこう作ったような形で、エンジンが乗っかる位置とかこういうもの自体はおそらく CBR の、スタンダードのものを、踏襲しとるというか、そうなんですけれども、理想的なコーナリングマシンになってると思います。街乗りを考えずに、ね、ブレーキとかも一つとっても、まあ、こうモノブロックのこういうすごいものがついてたり、まあ、オーリンズはね、調整しやすいようにオーリンズになってると思います。あとね、まあ、当然ですけどこれスリックタイヤ、まあ、これはね ASB の、 あのダノップの中古を、まあ、もらってきて履いてますけど、まあ、スリックタイヤ、で、まあ、ホイールも、これは当時は何だろうな、マグネシウムなのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、こういう細々とした合成とか、そういうものも考えられたようなものがついてます。正直ね、多分僕がずっと持ってきたプロダクションバイクがあのふわっとしたような、バイクだとするならば、街乗りも含めてね、できるようにそういうバイクでずっとレースしてきたんですけど、この手のガチッとしたバイクって実際怖いです初めての、久々に鈴鹿サーキット走るにしてはこういうバイク乗るのってちょっと、まあ、勇気がいるような気がするんですけど、まあ気楽にね、乗りたいと思います。でね、タンクとかこういうところっていうのは僕も考えるように、こうなんていうか、タンクとシートとステップ、この辺っていうのはもうバイクのこう操る上で絶対こう外せないところでありまして、まあ、そこら辺ものなんかもう本当妥協がないというか、これもセッティングパーツとしてシートのね、こういう風に外れちゃうんですよ。で、このシートの厚みがあればもうちょっとこう厚みのあるあのシートがあったりとかして、簡単にあのポジションを少し変えることができます。で、こういう風な形で、まあ、同じ CBR のエンジン、心臓部はエンジン CBR 使ってますけど、多分ね、全く違うバイクであると想像します。前後もね、オーリンズサスですし、調整はしやすいですから、まあ、とはいえね、まあ、そんなの全開でこれでレースをするつもりは全くないですから、まあ、慣らしというか、バイクってこんだけ交換あるんだとか、ガチッとした動きっていうのを見るために、それを思い出すためにもね、最高のスパルタマシンというふうに感じてこれを乗りたいと思います。まあ、タウル外しました。まあ、こんなでっかいラジエーターがついてて、まあ、もう正直ね、この辺なんていうのはもう見た、もう懐かしいなっていう感じです。まあ、当然のその世界選手権の元2だった時も、CBR のエンジンを乗るように作られてますから、この辺はね、ノーマルです。ノーマルというか、見慣れたものです。ただね、エンジンが、乗っかったこの上とかタンク周りとか、この辺はもう全然、僕が知ってるものと違います。特にこういうリンク周りの、このね、リンクの作りというか、
でね、みんなびっくりするのはこれですけど、なんかすごい極薄のこのステムというか、ステムじゃないな、トップブリッジというか、TSR っていう削ってある工事がありますけど、これね、これすごいなと思います。なんだったの、この薄さは。多分厚みのあるものをこう削ってる感じもするし、このパーツね、何個かあるんですけど、こういうのを多分変えて、乗り口、乗り味を変えたりとかするんでしょうけど、まあそういうことはそこまではね、僕はちょっと調整してもね、しきれないな、今回はね触れないなと思います。多分こういうバイクを作るのもテストを重ねて、これがいいあれがいいっていう設定をして来られて、この形になったとは思うんですけど、まあやっぱり、すごい技術の塊というかだなと。こまごまとしたところはカーボンとかチタンなんですが、ボルトとかね、よく見るとそういうパーツが多いような気がします。綺麗なね、戻ってこないと。